今回は機動戦士ガンダム水星の魔女第21話に対するネットの反応、感想を紹介していきます。セセリアが水星ちゃんって呼んでるの意外。セセリアがスレッタに変わったって言ってたけど、初期スレッタでも鋸取りながら救助活動などに勤しんでたと思う。水星にいた頃とかね。ミオリネってそんなに責任感じるとこあるか。プロスペラの狙いに気づかずに手を組んだことがダメってことなの？まあ気づかず利用されたから私のせいっていう割と豆腐メンタルなんじゃね。普通ならプロスペラめってなるか真実調べようとする。ミオリネは地球上での大落札の首謀者だと思われてんのかな。プロスペラに良いように使われただけだが、まあミオリネが積年の恨み絡みを話し合いでなんとかすると辛口的なこと言い出したのが原因だけどさ。曇り続けるミオリネに興奮する。そして相変わらず被害者ブルベルオバに怒りしかない。ベルメリアさんは女の腐ったような性格していてほんと好き。4ババアはまだ高みの見物かよ。ベイル 4BBA たちは議会連合の黒人おじさんにベルおばさん抑えられてるの知らないのか。今さらベネリット売ったところで自分らもただじゃ済まないだろ。そこら辺含めての取引じゃないか。さすがにベル抜きでも5号の身柄もないわけだし。ニカネイ、お前そこまでベルに言える立場なのかと。ずっとごめんなさいごめんなさい言ってたニカが辛辣になるのくさ。ニカがきつい性格になってて辛い。ニカはシャディクに脅されてる時が一番輝いてた。ニキのニカは画面に映るだけでイラッとするキャラになった。ニカはノレアたちの境遇を知って言わずにはいられなかったんじゃないのかな。確かにニカは正しいことしてきたわけじゃないが、それとこれとは別でしょ。綺麗な顔してるわ。お疲れなのだ。キャリバーンはパッと見エアリアル回収型のリデコみたいな感じに見える。ダブルゼータみたいだな。押収したハイルブリスって言ってたからエアリアルのベースと兄弟機でしょ。スレッタの次の愛機がシュバルゼってより全然ヤバそうな。バナディース機完成、データストーム対策ゼロで初号機的なあれとか。スレッタ死なない？大丈夫？覚醒して人類初のデータストリームを克服する人間になるかもしれん。カリバーンはエクスキャリバーの別名、伝説の剣で魔女をやっつけようってか。あなたが私のガンダムだったのですね。そうなんだ、主人公が乗るにふさわしい機体名だね。だから魔女機体元主人公は魔女なのか。テンペストシェイクスピアのキャリバーンだぞ。プロスペラとエアリアルノの元ネタ。なおテンペストではキャリバーンはプロスペラに負ける。新商品 B がキャリバーンかな。名前出したら結構ネタバレ臭い感じだから。ここでスレッタの上記としてキャリバーンが出てくるとは。初期にもしかしたらラスボスガンダムがキャリバーンになるのではみたいなネタはあったが、シェイクスピアのテンペストが元ネタだから出るんじゃねって言ってるやつはいた。キャリバーンってパーメットスコアだけは制限解除されてるから上げれそうだけど、バナディース事変からずっと放置されてたなら性能はあんまり高くないような気がするけど、どうなんだろう。性能よりもパーメットスコア高くないとエアリアルの乗っ取りに全く耐えられんからな。スレッタの負担やばいけど。キャリバーンは機体からデータストーム砲ぶっ放すと思う。ありがちなパイロットのこと全く無視してロマン性能にしたやつでしょ。カリバーン、エアリアルの超性能使い切ってたスレッタさんならきっとこう言ってくれる。うん、しっくりくる。グレン聖典発局式みたいの希望。大河内だからやりそう。キャリバーンってトールギスみたいなやつか。高性能だけどパイロットにとって過負荷な機体。パイロット殺しの過去のピーキー機体というと過去ガンネタ的にはトールギスか。クワゼロが巨大な宇宙要塞敵だったの見て今ガンダム見てるんだな感すごかった。ガンダム通り越してイデオンかと思ったわ。縦長デザインのせいでバイラル、ジン思い出すよな。アーバーワークがちょっとだけあったね。5号くんキャラ変わりすぎやろ、6号じゃねえだろうな。キャリバーンのデータストームを、5号が全て受け止めれば、スレッタは影響受けずにエアリアルみたいに無双できるんじゃねえかな。5号は死ぬだろうけど。なんかそれっぽいな。5号とスレッタで乗る感じだろう。というか5号の方が腕が立つから5号が乗れと。5号はガンダム乗らない言ってるけど、なんやかんやでファラクトに乗ることになるんだろうな。5号の行きたい場所ってどこや？そりゃあのスケッチの場所だろうな。5号くん、どうやって学校に戻ってきたの？戻ってきたってより外に逃げた様に見せかけて内側に逃げてたってパターンだと思う。ガチのマジでシャディク絡みは終わったんだな。案の定おばさんたちの規定路線でシャディクは泳がされてたか。シャディクはやりきって満足感あるな。勝ち逃げだ。シャディクはマジでこれで終わり？計画が一瞬で潰れたし。議会連合の介入とグループ解体にこぎつけたから、勝負には負けても現状では試合には勝ってんだよシャディクは。シャディクはどうでもいいけど機体が売れなさすぎてかわいそう。これミオリネの措置でシャディクガールズと共闘するな。ミカエリス最後のチャンスか。ペトラ生きててよかった。ただそれだけが救い。よっしゃー、ペトラまだ生きてるぞ。なのにラウダと来たら。
恨みの矛先はスレッタじゃなくミオリネかよ。ラウダ殺してやる、殺してやるぞミオリネ。ミオリネなんて？今のミオリネだと、ベトラも私が殺したんだ、とか言って銃口の前に立ちそう。つか今、議会連合の誘いでスレッタがフィルターなしガンダムに乗るって知ったらどうなるんだろ。残り3話でグエル VS ラウダでまた尺浪費すんの？マジでレジェンドオブジェタークやんけ。最後の最後までレジェンドオブジェタークで行くのかよ。ラウダがシュバルゼッテに乗るとは、まがいものってのはグエルの異母弟のことだったのか。弟がガンダム乗って、主人公ムーブとまで言われた人気の兄貴が、一度もガンダム乗らんとはな。今度はラウダがボーボボかよ。ラウダ殺してやるぞ天之助。ツッコミどころしかなくて腹が痛い。水星のボーボボ。兄さんは恨めない、いろいろ助けてくれたタヌキも恨めない、でも全部飲み込めるほど強くない、ということでミオリネか。かわいそう。シュバルゼッテはやっぱ闇落ちラウダだったか。ラウダからすればミオリネが総裁選に立候補してからめちゃくちゃになったから矛先が行ってしまった。ラウダ、やっぱりスレッタを逆恨みかよと思ったらミオリネさんかよ。グエルがラウダを止めるにしても期待どうすんの。ラウダ VS グエルかと思ったけどグエルの乗る期待がないからやっぱりスレッタイズキャリバーンと戦うのかな。シュート目のせいでどんどん重くなっていくミオリネの罪が草なんじゃけど。あの水星女っていうのかと思ったら、ミオリネで草。全部ミオリネレンブランってやつの仕業だ。あいつはガンダムの力を楽しんでいる。ラウダの歪んだ思考が面白いな。父殺した兄を恨むのではなくて、兄にそういうことさせた他人に矛先向けるって。ラウダの恨みがミオリネに向かう精神構造って女っぽい。グエルキュンは悪くない、悪いのはミオリネって、一気からのグエル中のバカ女まんまだな。このスレのミオアンはラウダだった？トレンドにラウダそっちは草。さすがに草、実際9割の視聴者はそう思っただろうな。闇落ち弟くんよ申し訳ないぞ。ホルダーを婚約者という条件がビムを狂わせたミオリネがいたのが悪1話で敗北した後、グエルをフォローしないでくら返してグエルがひどい目に遭い出奔した結果、兄は親殺し、父を亡くすことになったミオリネが悪い。戻ってきても兄を利用し、総裁になろうとして地球で騒動を起こし、学園騒動の引き金を引くミオリネが悪い。多分、ラウダはこんな感じなんやと思う。ペトラ重傷で意識不明ながらも生きてた。ミオリネ闇落ち。ベイル4ババア風向き4で議会連合にベネリットを売る。サリウスさんいい人だった。ついにクワイエットゼロ発動。スレッタ、自分の執事を地球寮メンバーに明かす。地球寮メンバー最終決戦に参加。エラン、スレッタに真実を伝えて仲間に加わる。5度異生存からしてフェンは死亡か？ガンダムキャリバーンとかいう新機体出てくる。ラウダ闇落ちからシュバルゼって登場確定。ついに大詰めきたな。あとはプロスペラがラスボスとして、どんな振る舞いや戦いをするのか期待だな。水星の魔女として。今回の動画、いかがでしたでしょうか？キャリバーンなる機体にスレッタが乗る流れだけど、大丈夫なん？って心配。あと、最後のラウダが天之助って言われてて笑った。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。